妻のためにいい席を取ろうと思って今から並ぶことにしたんだ。は、惚れた弱みだと思うしかないよな。ここに全く同じドッペルゲンガがいることについては何も触れないの。空賊たちを応援する人はあまりいないみたいだったよ。負けた時も一斉に歓声が上がったからね。でもこの大会で彼らの戦いは正々堂々としていたし、素晴らしかったと思うんだ。これからは真っ当に生きてほしいな。ああ、分かってる人もいるんだな。なるほどな。じゃあちょっと休憩しますね。わ、嬉しかったな。なんか、サカシールちゃん。そっか。やっと本編に関わってきてくれたな。ずっとなんか、ねえ、捕まって、チラ見せされて、助けんのかなと思ったら、助けなかったから、ええー、って思ってたけど、まさかこんな出演してくるとは、ゲスト的だったけど、そっか。かませだったな。ありがとうございました。ありがとうね。さあ、やっていきましょう。空の奇跡 FC ですね。やっていこう。前回までで、先輩ブレーサーチームと激戦を繰り広げて、まあ、辛くも勝ったと。で、その結果、ヨシオアが死にました。ヨシオアが死んだという状態ですね。今いるヨシオアはもう屍です。はい。妻のためにいい席を取ろうと思って、今から並ぶことにしたんだ。は、惚れた弱みだと思うしかないよな。なんか前回も読んだ気がしますね、これ。皆さん、明日はいよいよ決勝戦ですね。勝ち抜くにつれて、皆様のファンも増えているみたいですよ。明日も頑張ってくださいね。まあね、人数減ってるからね、応援する対象が減ってるからな。特務部隊より俺たちの方が、なんか異色のコンビだし、応援されそう。空賊たちを応援する人たちを、あまりいないみたい。これ聞いたね。はあ、あ、これも聞いたな。兵士が増えてるって言ったの、今。俺っちは何かに取り憑かれてるのかな？あ、残っちゃったけど。兵士が増えてるね。いきなり目の前に。武術大会で人がたくさんいるから、警備するのも大変だよ。なんかすげえいる。テロ対策のために、今日から街の中も警備するんだ。なんか生活しづらくどんどんなってってる。なんだこれ。なんだこれ、見張られてんのか。帝国大使館の人も、オリビエさんみたいな人は、閉じ込めておけばいいのにな。どうして毎日外出させちゃうんだろうね。ひどいこと言えた、結構。そういえば、ユリア中尉は熱心に、七曜教会へ通っていましたな。ミサの時に何度か姿を見たことがあります。やっぱエレンがそうじゃないかな。シスターエレンが出てきたタイミングと、ユリア中尉が消えたタイミングが一致してるし、そういうことだよね。声ついてるし、なんかあの声聞き覚えがあるもんな、なんか。テロ対策のために、あ、同じ人か。はーって。はー、決勝戦の組み合わせはお互いにダークホースね。全く予想できなかったわ。まあね、過去に出場したことない人ばっかだもんな。ダークホースだね。明日はいよいよ決勝戦ですね。実は明日限定のアイスを企画しているんですよ。マジでじゃあ明日買いに来るとハイパースペシャルアイスみたいなのがあるのね。なるほどね。家に帰るまでちょっとこの公園で休憩しているんです。久しぶりに子供の相手をしたら疲れてしまって。久しぶりっていうか、なんか結構毎日ここにいるけどね。ママはすぐ疲れちゃうんだ。だらしないよな。で、これ読める、もしかして。読んでなかったの今まで。動力式、時計第2号。視聴歴1163年、ツワイス技術工房製造。そっか。第1号がツワイスにあったけど。ここで寄贈したんだね、オートにも。そっか。彼らの人生は無駄に消費されてるから、その前に追い先短いおばあさんの話を聞こう。さて、エーデル百貨店で買い物でもして帰ろうかしら。ああ、売り上げが。さすがな、エーデルじゃん。老若にゃんにょ。言えた俺今。に、ちゃんと人気があるんだな。はぁ、せっかくやる気が出てきて仕事を探し始めたのにな。街はお祭り一色で、どこも職探しの相談に乗ってくれないんだ。俺に仕事をするなってことなんだろうか。ああ、思い込むな。アントンの悪い癖が始まったな。見つけられないのは仕事じゃない。自分自身なんだ。どういうこと？いや、どういうことそれ。自分自身なんだって。なんなのお前は。お前は、リックスは何なの？アントンの何なの？
何これ、残白刀的な魂の塊みたいなあれなのかな。なんだろうな。自分に仕事がなければジンさんと一緒に試合に出てみたかったっす。君たちには自分の分も頑張ってほしいっす。おー、素の人ね。あ、ダークアネラスちゃんがウサギ人形ウサギ人形を物色。あ、ドロシーさんがなんだこれ、どうなってんだ、他にもいるんじゃないか、ちょっと先探すか。いないか、いないか、びっくりした。なんだこれ、急に強者たちが集まってきたな。どっちから行くか、まあ、ダークアネラスちゃんからだな。あ、新人君たち。見られて恥ずかしいとか思わないか。今日は参ったよ。私たちも全力で戦ったんだけどな。ね、そう、32人、64人に分身する技、分裂アネラスの技使ってこなかったけど、手加減してるかなと思ったけど。すごく悔しいから、今度また私と試合してね。戦闘狂だな。女の子なのに戦闘狂。なんか、このゲーム戦闘狂の女の子多すぎねえか、エッセルちゃんといい。なんか、戦いに飢えてる女の子多いな。今日はすごく怖いな。え、でもね、ダークアネラスちゃん頭の飾り取って重化しなかったから、ダークネス化しなかったから、まあ、手加減してるよね。ダークネス化した上で分裂するんだもんね、本来はね。ドロシーちゃん、あ、二人とも試合の写真バッチリ撮れたよ。撮れた、 4K で 8K で。大会の特集号が出る予定だから楽しみにしててね。実はカメラ目線とかエッセージやってそう。そっか、そうそう、それだけか。そうそう、明日も取材に行くからよろしくね。あ、はい、明日もね、決勝戦だもんね。武術大会が始まるとやっぱり人の出が多いわね。店長も大喜びだったわ。まあそうだわな、さすがだな、エデルちゃん、書き入れ時ちゃんと分かってんな、仕事できる。ルシアちゃんは、ルシアは今度大きいおじちゃんおじちゃんを応援してるの。なるほどな、じいさんね。ママは赤いお面のお兄ちゃんを応援してるんだって。敵同士だな。おじちゃんってじいさんのことかしら。本人が聞いたら悲しむだろうね。俺はまだそんな洗礼じゃねえっていう。悲しみそう。子供大好きっぽそうだもんな、じいさん。鍛え抜かれた技がぶつかり合う瞬間って素晴らしいと思うわ。積み上げてきた力と信念がお互いにぶつかり合ってほとばしる気がするのよね。ああ。レックさん大丈夫か？カーラさんを奪われかかってるぞ。じいさんってか、赤い仮面のロラン少尉に。大丈夫か？レックさんこっち来なくて。そういうんじゃないか。そういうんじゃないね。今日はどこへ行ってみようかしら。いつもここにいるんですけど。今日ってもう夕方なんですけど。大丈夫？何？昼から、昼、午後から起きた感じの昼夜逆転生活してんのかな。そういう感じかな。さて、今日のおかずは何にしようかしら。普通に主婦なんで、椎名さんはずっと。毎日普通の主婦なんだよね。なんだろうな、この人。普通の主婦もいるよってことかな。姉はゴキブリが苦手なのよ。みんな苦手だよ、大半の人は。だから、紅茶の販売係には向いてないのよ。ミリーちゃん得意ってことか？じゃあ、得意なのか。なるほどな、得意ってことか。キディお姉さんの美味しい紅茶を入れるためのゴールデンルール。その4。お茶の分量は正確に測ること。葉によって違うけど、だいたいカップ1杯につき、ティースプーン1杯の割合よ。お茶が多すぎれば苦くなるし、少なすぎると物足りないわ。物足りない味になってしまうわ。特に短時間で多くの茶葉を使って入れたものは旨味が出ずに苦味ばかりになっちゃうわよ。なるほどな。この辺はお茶の分量は正確に測ること、美味しい紅茶を飲むために忘れちゃいけないことの一つよ。なるほどな。ファルコも気合入ってんな。第二のセリフがよくあるね、ケリちゃんは。気合入ってんな。この辺はアイラの親方は、まあ、現場研修じゃなくて、自宅研修で、多分、司に教えてくれたと思うから、大丈夫。俺らに教えてくれたから。生誕祭が終わったら、ボースへ研修に行くと店長が言い出したんだ、言ってたね。参考に、一度は噂に聞くボースマーケットを見たいと思っていたんだよな。うちの店長って、ノリで意見を言うことが多いけど、結構これが、まあ、と置いてるんだよな。なるほどな。親の代から引き継いだ店だけど、やっぱ才能はあるんだな。才覚あるんだな、あれで言って。買い物好きっていうのはこういう才能、経営の才能もあるのかな。そういう感じなのかな。なるほどな。それにしても、テロリストはいつになったら捕まるんだろうね。あの中央工房襲撃だなんて、とんでもない話だよ。つい先ほど、館長宛に
ボースから速達が届いたんです。ほう、早めにお渡ししなきゃ。え、何それ、どういうこと。なんか動いてるぞ、また裏で。なんかいろいろ裏で動いてんな。なんだろうな。古代文明が栄えていた頃には人間以外にも高度な知能を持った生物がいたんだ。え、ダーナちゃんか。だいたいダーナちゃんか。でもダーナちゃん人間種に近いけどな。その代表がコリュウと呼ばれる竜の一種だよ、ダーナちゃんか。その生き残りが数十年前までボース地方に暮らしていたんだが、最近目撃例が全くなくなったんだ。え、ラベンヌ村だよね、ボース地方にあったし。速達、ボース地方からダーナちゃんが届いたってこと。ダーナちゃんが届いたってどういうことだ。なんか動いてる。いや、研究の材料になりそうな資料を見つけちゃいましたよ。今から早速古文書の解析に取り掛かるつもりです。おお、スイッチ入った。いや、今からいい感じだね。スイッチ入ってきたか。アルバ教授も、明日はわしも私も武術大会を見に行くつもりなんだ。実はもうチケットも買ってあるんだよ。前売りあるの。前売り券あるんだ。当日券だけかと思ってた。ここにも頻繁に王国軍の方が巡回に来るようになりました。最近事件が多いですし不安になっちゃいますよね。まあ、そうだね。アルセイは技術屋のみんなの憧れだよ。いつかあんな仕事をしてみたいよな。なるほどね。あそこにいた人か。あそこにいた人、あれ、兵士もいなくなってる。あそこにいた人がこっち来てんな。アルセイユ見てた人が。アルセイユのことをいろいろとペイトンさんに聞いてみたの。まだ未完成みたいだけど、あれはすごい船だわ。軍がいなくなれば中を見せてもらえるのにな。あれ、兵士いた今。喋ってる時に兵士現れた。すっと現れた。喋ると鬱憤が溜まっていたせいか、つい熱く語っちゃいましたよ。早くアルセイユのテストの続きがしたいですね。整備長どれだっけ。あれ、整備長はどれ。あの器用な整備長、こっちか、こっちかな。あれ、なんかよくわからんくなっちゃったな。今日から市内の警戒を厳しくするみたいだな。本格的に支援隊の残党をいぶり出すつもりなんだろう。そういう意味、そうとは思えないけどな。ばあさんの料理はもう何十年と食べているが絶品だよ。急になんでのろけたの。急に訪問者にのろけるなよ、じいさん。大好きなの分かるけどさ。さてさて、今日の晩ご飯は何にしましょうか。ベイクドポテトとしめじだっけ、しめじき、竹の方かな、竹のバターソテーなんてどうでしょうかね。あ、なるほどな。いいじゃん、美味しそうだな。いいな。なんだ、急になんかのろけ出したぞ。なんだこの夫婦。いいじゃねえか。飲んでるね。まあ飲んでるね。リベール通信のスクープ以来、リシャール大佐の人気は相当なものだと思うよ。ナイラさんがちょっと隠ししてんな。若い人にも年配の人にも彼を支持する人は多いんだ。さっき王国軍の人が来て、店の営業は9時までにしろって言われちゃったの。ああ、せっかくの書き入れ時なのにな。9時に閉店する酒場なんて看板倒れもいいところよね。そうだね、確かに。そうだよね、酒場はどっちかっていうと夜だよね。まあ昼から飲んだくせてるじいさんがいる酒場もツワイスにあったけど。あ、そうだよね。明日はいよいよ決勝戦だな。だな。いいか、よく食ってよく寝ておけよ。はい。あ、それだけ。明日はいい。シンプルだな、じいさん。いやいや、シェラ君ともこれくらいのペースで飲めると言うことないんだがね。この二人は平和なんだな。このじいさんだったら平和なんだな。彼女と飲むときは夢を見ながら地獄に落ちるような心地なんだ。どういうこと。それ夢見心地なのか地獄心地なのか、どっちなんですかね。いやいや、なるほどね。彼女、怪しい奴を見かけたらすぐに知らせるんだぞ。リシャール大佐とやらは確かに優れた人物じゃな。リベール王国を思うあの眼差しは本物じゃ。本物言われてるけど、でもなんか女王に反乱するっていう感じじゃないのかもしれないけどな。なんか帝国を潰そうとしてんのかな、よくわからんな。なんかでも女王を抑えてんだよな。いい席が取れなかったから今日は徹夜に並ぼうと思ったけど、危ないからって言って夫が。そういうこと、だからいたのか、そこに並んでくれているの。まあ男として旦那として当然のことよね。
優しいな。話すぞって言ってたのに話すぞって言ってたのは逆に並ぶってことか。ちょっと家のことやってみなよ。ちょっとやってみなよパッティさんやってみなよそっか、旦那さんなりのちょっとね戦い方なんだろうな。これがリシャール大佐には狐のような目をした副官がついてるね。彼女の人を見下したようなあの目って好きになれないわ。どうしてあんな人が大佐のそばにいつもいるのかしら。なるほどな。リシャール大佐子さんであるラッターナちゃんは思うとかあんだな。経歴も知ってたもんな。お前は遊撃士か。くれぐれも怪しい真似はしないことだ。遊撃士ってだけでか。今日から町の警備を厳しくすることになったんだ。これもみんなの安全を守るためだよ。あら、あなたたちはやったじゃない、決勝進出おめでとう。うん、ありがとう。ありがとうございます。随分と白熱した試合だったみたいだね。応援している私も鼻が高いわ。えへへ、遊撃士の先輩たちにもなんとか勝てたし、このまま優勝に向けて一直線よ。またすぐ調子に乗る。うんうん、ここまで来たらもう優勝するしかないわね。とにかく頑張れ。嬉しいな。今日は明日の決勝のために十分に体を休めてね。嬉しいな、応援してくれる人がちゃんといるのは。明日は妻と出かけるんだ。今日のうちに仕事を片付けておかないとな。じゃあ明日の午前中なんかアリーナすごいことになってんじゃないの。そこら中の人がここにいなくてさ、東外区のマップだけものすごい読み込み遅いみたいな、そういう現象起こんじゃないの。学園祭のあの行動みたいなすごいことになったもんな、行動の時は。心から釣りを愛するもので、ある程度の技術があれば我々は同志として迎え入れている。今日の受験者は技術はそこそこだが熱意と愛が伝わってこなかったのだ。落ちたのか。うん、残念である。落ちたんだあー、だけど落ちてよかった感じだな。落ちたんだ。明日は初心者向けの講習会を行うんだ。どんな人が来るか楽しみだな。決勝戦にぶつけんの。ぜひ釣りの楽しみを知って帰ってもらいたいよ。決勝戦なのに。そりゃああれか、試されてんだな愛を。決勝戦を差し置いて釣りの講習会へ来るぐらいの釣りバカでないとダメってことか。なるほどな。昨日の入団試験は釣り場のコンディションが良かったな。試験監督だけど思わず自分で糸を垂れたくなっちゃったよ。落ちたかどうかってことについては何も触れてないんだ。そっか。へー。